私自身で言うと、やはりもう仕事がなくなっちゃって、まあ、仕事席はあるんだけど、その働いてるところも自粛自宅待機になっちゃったんで、で給料もカットされたんで、今はもうそれを補うために Uber Eats をやったりしてますけどね。しんどいですよ実際ね。頼ることもできないしね、パートナーがいるとね、やっぱりね、いいんですけど、そうもいかないからですね。何かありました？でも実際ないですね。ないです。何もないですね。一人向けにとかいうのはないですもんね。まあ、児童扶養手当が若干こう上乗せになったとかいう話は聞きますけど、それぐらいじゃないですかね。なんかやっぱ子供が熱出しても休めない、どうしようって困ってる人もいたけど、そうリモートワークのおかげで子供が熱出しても子供家に置いてね、自分が家にいて見れるっていうのはすごくいいことだなとは思いますし、それで昔はね、それで自分は大変な思いをしてきたんで、仕事休まなきゃいけない、熱出したっていうのはよくあったことだからですね。他のやっぱりレストランだとか、職員関係のお仕事やってる方たちとか、あとホテルで働いてる方たちのシングルマザーシングルファーザーいるんですけど、その人たちもやっぱり軒並み給料カットで交代で勤務したりとかやられてる方々が多いですよね。やっぱりこういう世の中なんで、やっぱり子供を優先にこうものを考えていくっていうことをね、やっていってほしいなと思いますね。子供を中心に突然学校が休みになったり学校が始まったりするんで、それに対応できるやっぱり力を親は持ってほしいなと。多少のことでは大丈夫だよっていう気持ちの余裕っていうか、お金はかかるかもしれないけど、まあなんとかする、その間なんとかできるみたいな余裕があった方がいいんじゃないかな。右往左往するだけじゃね、逆に子供も迷ってしまうし、親がもう大丈夫だよっていうぐらいの余裕を気持ちもこの時代は持っておいてほしいし、こうしなやかに動いてほしいなと思うんですね。仕事働き方に関しても、一つの仕事に決めずに、あと 2,3 個なんかお小遣い口があるよみたいな働き方を副業するとかね、そういうのはやっぱりやっていく時代かなと思いますね。今旬だとは思うんで、コロナもあって、ね、外出自粛とかでやっぱりね、お届け料理を届けてもらうっていうのは旬だからいいけど、やっぱりもう年齢的にもね、体力的にもそのウーバーでね、こう走り回って、団地なんか階段登ってみたいなのやってると本当しんどいなと思いますもんね。若い人ならいいですけど、自転車こいでね、この年になるともう本当しんどいですよ。ずっと続けられる仕事じゃないですもんね。